ぐーちゃん、よし、ぐーちゃん登っていいよ。じゃあ、ぐーちゃん、どこ来ましたか、ここ。あっち側に平安神宮の鳥居が見えております。というわけで、今日は京都に来ております。母ちゃんと歩いております。母ちゃん、母乳の日傘でございます。どんな柄でしょうか。バラの高島屋のような。こっからどこ行きましょう。インクラインの方へ行きたいと思います。これから上手にね、ゆっくり行くから。父ちゃん、噴水あるわ、大きな噴水が。何でしょう。岡崎桜回廊十国線巡り、ね、桜が咲いてる時期になるのかな、きっとね。さっきのあれですね、朝鮮。蹴り上げインクライン。日本遺産。おい、見て、ちょっと待ってな。日本遺産。琵琶湖疏水。あら、クルスガちゃん。はい、クルちゃんはそこまでよ。みんなびっくりしちゃう。あら。ありがとうございます。まあ、先っちょの方は桜が残っておりますね。はい、クルちゃん。こっち渡りたいのはあっちまで行かなかったかな。大きめみたいです。はい、こっち行かないよ、こっち行かない、こっち行くよ、うん、ここ、うん、前、うん、待ってね、うん、こっからもいいですね。そうなんだ、歩いて向こうまで行こうと思います。おーおーおー、ブロックブロック、体でブロック。授業の邪魔、授業の邪魔。あ、ごめんなさい、すいません。はい、はい、ぐーちゃん、ここついてって。はい、ついてよ。はい、ついてよ。で、端っこ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 。疎水散歩。ぐーちゃん、入れるとこですか。はい、ぐーちゃん、ついないよ、ついないよ。はい、見えたら、はい、邪魔しない、邪魔しない、邪魔しないよ。あっちの方行ってみようか。ぐーちゃん、ほら、写真撮ってくれてるよ。ぐーちゃん、葉桜だね、もう。ね、しっとりも。ちょっと残ってんの、大事に撮っとこうかな。かなりかな。ぐーちゃん、休憩。ずーっと奥の方まで行けますね。うん、涼しいね。休憩か。ぐーちゃん、こっちおいで。三十国籍と蹴り上げインクライン、これに乗っけてたんだね。いやー、ぐーちゃん、ぐーちゃん落ちるわお前。これに、はい、待て、ストップ。待て、葉っぱ食べないよ。ちょっと写真撮っとこう。みんなに遊んでもらっておきます。みんなに注目浴びております。注目浴びております。すごい幅広い線路ですね、これ。市場がいっぱいでございます。ぐーちゃん、母ちゃんと一緒に歩いてあげる。うん、もうちょっと向こうまで行ったら、ちょっと桜残ってるとこあるかな。ね、先週来れたらよかったんですけどね、残念ながら。どんどん行ってください。父ちゃんも行くよ。お父ちゃんも来る来る。はいはい、来た来た来た。ぐーちゃん、まっすぐって。ぐーちゃん。いいね、よかったね、ぐーちゃんね。Thank you, thank you。こっちこっちよ。ゆっくりおいで、ゆっくりおいで、ゆっくりでいい、ゆっくりでいい。
ませんな。あ、待て待て。こっち来て。やってもいいですか？大丈夫ですけど、よだれがいっぱいで。もうふさふさでね、もうそろそろもう辛くなる。着てないもん、明日が。そうなんです。暑いんで、コート着てて、日差しよけしてるんですけど。お水入らんよ。ちょっと登るぞ。お水入らんよ。特の場で。よいしょ。こっちから行くとね、スイカ黒を見てる道があるみたいなんですよ。お水の音してるな、ぎゅうちゃん。この先疎水横を通って南禅寺水閣楼へ東山トイレ入れます。行けるって。この水が水閣楼の水路の上を通ってるんですね。ただここ地道ですけど、ゆうちゃん涼しいね。ここに飛び込まんといて。はい、涼しい風が来るね、この辺りね。今日は早速日よけコート、このシーズン初めて日よけコートを着用しております。それでも先ほどバテていましたが、ここが涼しいのでシャキシャキ歩いております。きっと夏でも涼しいんでしょうね、この辺り。今度こっち渡るの？今度こっち渡るの？あ、こっち行った、こっち行った。水で遊べません、遊べません。ここで遊んだらみんなの迷惑。あ、これじゃこらって言うで、父ちゃん落ちたら怖い怖い。お父さん入ったら怒んだよ。ぐーちゃんそっち行かない、そっち行かない。せっかく降りれるとこがあるんやから降りよ。そこまで、ここまで。ぐーちゃん、ここが終点、もう奥行けませんってなってる。ついて、ちょっとついて。あ、水閣路見えてきましたよ、ほら、水は。ごめんちゃん、ちょっと待って、短く持つわ。はい、ついて。まだまだまだ。ごめんちゃん、短く持つ。ごめんちゃん、短く持ってるから、ゆっくり降りるよ。ゆっくり降りますよ。いいね。こっからちょっと写真撮っておこうかな。あ、お目当ての水閣楼までやってきました。水閣楼かなと思ったら水路閣って言うんですね。ちょっと順番間違ってましたもん、ね。これじゃ何か拾った。枝拾った。パキ。ええ音鳴るね。面白いね。おもちゃ見つけた。ぐ、うん、ーちゃんいい感じですね。ぐーちゃんとぐーちゃんとギリギリ入るから。顔が歪んでるな、ぐーちゃん。立っちゃった。はい、ごめんなさい。あ、大丈夫です。どんどん、人をみんな消していかなあかんなあとな。くーちゃんどこ行ったよ。
一緒に撮ってもらってもいいですぐぅ、変わりゃぐぅ、来い。こっちダメだ、犬はフリーダメだ。こっちおいで。はい、はい、はい、見て、はい、こっち、こすんじゃないですね、こういうの、いいね。スイカッコどう？うん、まだ10時半やね。そうでしょうね。あとはどこの観光地でもお寺でもね、困りもんですからね。終わり。うちいないよ。綺麗な水だね。これが道の駅千早赤坂ならぐーちゃんもう入ってますね。ここは京都ですよ。取れるもあたりますよ。もちろん大きいですね。ちょっとその迫力がある。ちょっと下がったらいけるかもしれない。湯豆腐屋さんがありますね。桜綺麗だ。本当ですね、綺麗ですね。お湯をはかりの上でドリップするんだ、うん、ここワンちゃんもいける。なんていうんですか、テラスやったらいけるとかいう情報もあったんですけどね。ちょっと危ない。奥にあるかな、見てきて外国人の人に話しかけられたけど、お父ちゃん英語分かれへんからな。東山いい感じですね。東山それでちょっとバックね、長らかと長らかとですね。非常に、ね、母ちゃんが警察に行っております。どこ母ちゃんが警察に行ってます。帰ってきた。どうでしょうか、どうでしょうか。誰ですか、引っ張ってんのは。ぐーちゃん、バックバックして、バックして待って。はい、信号青だから戻りましょうか。はい、琵琶湖疎水記念館。ぐーちゃん、おっと待ってな。ぐーちゃん、ストップ。はい、待て。ゆうちゃん、かちゃんについていけ。かちゃんについていけ。あー、冷たい。なんか飲みたいね。なんか飲みたいね。なんか飲みたいね。疎水カフェ。犬はダメだね。うん。テラスの椅子。車バイク。入館無料です。敷地内のペットのご同伴はご遠慮ください。残念。入館無料です。お母さん、こうちゃった。残念ですね。琵琶湖疎水記念館でございます。対岸から見ております。その下にね、カフェがある。疎水カフェいいですね。疎水カフェ行きたかったな。でも敷地内、犬はダメですって書いてありました。残念ね。お父さん、ついてちゃんと出港です。くるりーと一周回るのかな。やっぱりじゃあ行ってこう。じゃあ、行ってらっしゃい。じゃあ行ってらっしゃい。ちょっとほら、なんちゃくらやめとき。お土産を買いましたね。はい、母ちゃんがお土産を買いました。お土産、うん、はい。向こう側は動物園かな。父ちゃん、なんか食べたい。父ちゃんも食べたい。じゃあちょっとどっかもう車乗って移動しましょうかね。はい、ぐーちゃん、どこ来ましたか。道の駅ですよ。道の駅南山城村ですね。道の駅南山城村行きましょう。途中笠木のキャンプ場があったね。西の聖地って言われてるだけあって、なんかね、いっぱい広かったですね。いっぱいテント立ってましたね。ぐーちゃん、
ね、ブーちゃん。はい、ちょっと休憩して帰ろう。ブーちゃん留守番しといてな。ここに息子さん結んでおります、ね、これでちょっと木を抜いて、よいしょ、これでキーを閉めます。これで他の扉は開きません。これでスライドドアを開けたままやけども、こっちの扉は開かないというゲートができます。ふーちゃん待っててな、飛び降りないよ。カフェテラスがありますね。月ヶ瀬橋、八幡橋、月ヶ瀬橋、現在何がいいですか。村茶モンブランなんか欲しそうだね。ほうじ茶とかこれ、こんなんも美味しそう、おやつ。あ、これお昼ご飯にこんなんこんなん、にしん茶そばとか満々、はい、ですね、はい、7周年なんですね。うん、こんなに高く玄米ね。カモみたいなのを探そうかな。カモですか。こんなんか、うん、あなたクリアファイル大好きやから。買う、これ、これがなかなか値打ちですよ。鹿の角、私それ買うほどの。どれがいいんですか。これか、え、食べるんやろ今。うん、ブラチャパイ、これか、これか、ふーちゃん、そしたら帰るぞ。ほら、上の方行ったら、ほら、茶畑が見えております。ね、茶畑です。よいしょ。はい、帰ろ。ふーちゃん、車帰るぞ。あ、戸閉まってるわ。ふーちゃん開けるぞ。はい、まだゆっくり登れ、ゆっくり登れ。はい、はい、まだお家帰ろうね。